ゾーンの入り方。はい、さあ日本の皆さん、こんにちは。南国大学校長のマシこと吉川雅弘です。さあ本日ですね、皆さんに伝えたいこと、それはですね、ゾーンの入り方です。皆さん、ゾーンという言葉聞いたことありますか？よくスポーツ選手がゾーンに入った状態になると、160キロとかで、ね、150キロとかで飛んでくる球がもう縫い目まで見えるぐらい止まって見えるとかっていう話聞いたことありません？あとは事故とかに遭った人が、事故の瞬間に車を避けるときに全部スローモーションで見えたとか、あとは鹿島のバカ力とかっていう話ありますよね。もう本当に、か弱い女性の小柄な方なんですけど、火事が起こって逃げなきゃいけない、大事な家財道具を運び出さなきゃいけないっていう時に、もうなんかピアノを背負って出てきちゃったみたいな、普段では絶対に発揮されなかったような能力が突如として発揮される瞬間ってあるじゃないですか。このことをゾーンと呼んでるんですね。そしてそのゾーンに入ることによって、ものすごい集中力が生まれたりとか、ものすごいパワーが生まれたりとか、ものすごくあなたが持っている本来の才能が 100% 以上になることってあるんですよ。私たちは使ってる脳って本当に数パーセントだけとかって言われてますよね。でも本来眠ってる才能っていうのは実はあるんです。筋トレとかもこれで限界だとかって思ってる。でもなんで限界だって思わせてるかっていうと、脳がこれ以上筋トレしたらもう筋が切れてしまって、筋肉細胞壊れてしまって、危ないよ、危ないからもう疲れたからストップしなさいっていう信号を出してるに過ぎないんですよ。でもアドレナリンが出た時とか、ものすごく集中してる時っていうのは、そのリミッターが外れるんです。人間には人間の体を壊さないようにするためにリミッターがついてるんですけど、そのリミッターを外すことがもしできれば、あなたはいつ何時どんな状態であろうともゾーンに入ることができます。さあどうしたらゾーンに入ることができるか。それはですね、自分にとっての逃げ道をなくすことなんです。火事になったらもう家に戻ることはできません。火の手が上がってるんです。わかりますか？本番になったらもう投手は投げてるんです。もうここで打たなかったらとんでもないことになるんですよ。非難合法なんです。わかりますか？ですからぜひ皆さんもね、もう後ろには下がれないという背水の陣を作ってみてほしいと思います。例えば財産を全部かけて投資をしてみるとか、例えばステージの上に立って発表してみるとか、例えばもうあなたが住んでいる家を引き払ってしまって、あなたが行きたい場所、あなたがお金ができたら行きたいとか、準備が整ったら行きたいとか、会社を辞めることができたら行きたいと思っていたその場所に片道チケットだけを買ってもう行ってしまうとか、そこまで背水の陣を張ってですよ、そこまでもう戻れないという環境を自分で作ってしまうことができれば、あなたはいつ何時どんな状況に置かれてもゾーンに入り込むことができ、ゾーンに入り込むことによってあなたの能力を最大限に引き出すことができるようになると思います。ぜひですね、試してみていただきたいと思います。なぜなら夢は必ず叶うし、不可能は存在しないから。もしこのビデオをですね、気に入っていただけた方、何かを感じてくださった方、いいね、コメント、シェアをお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。